ポルトレイフォン・ヨハン・オーガスト、ウォールバーグ・ヨハン・アウグスト・ワールベリは、スウェーデンの博物学者、探検家、ベスト・ライエータランド県のライト・クレア・バックに生まれた。商人であった父親を9歳で亡くし、母親も2年後に没死した。リン・シェーピングの高校を出た後、1829年から、ウプサラ大学で科学を学ぶが1年後、林業と農学に転じた。1832年に、 昆虫学者のボーマンとノルウェーの調査を行った。1833年と1834年には森林調査のためにスウェーデン、ドイツを旅した。測量士としての資格も1834年に得た。1836年に技師の資格を得て測量士の学校で自然科学を教えた。1838年から1856年の間、 アフリカ南部を旅し、何千という動物や植物の標本をスウェーデンに送った。その中には、ゾウやサイ、キリンといった大型の動物標本や鳥の標本、8000を超える昆虫の標本が含まれた。1856年3月に、現在のモザンビークを流れるリンポポ川上流を探検中に、手オいイノゾウに襲われて死亡した。 ワールベリーの死亡のニュースがスウェーデンに届くのが遅れたので、1856年10月、スウェーデン王立科学アカデミーの会員に死亡していた人物が選ばれた唯一の例となった。オオコウモリカの種、イッポモフェラスワルバーギーやヤモリカの種、ホモフィリスワルバージ、カマキリメの昆虫スードクリアビトラワルバーギーなど、ワールベリーが発見した多くの動物の学名に、 名前が残されている。ありがとうございます。